アメリカ国防総省の高官は10日台湾の蔡英文総統の訪米に反発し軍事演習を行った中国に対し過剰反応の口実にするべきではないとけん制しました中国は台湾の蔡総統がロサンゼルス郊外でマッカーシー下院議長と会談したことへの対抗措置としてきのうまでの3日間台湾を取り囲むように軍事演習を実施しました これについて国防総省のメアー国防長官補佐官は、過剰反応の口実にするべきではないと述べ、中国側に自制を呼びかけました。また、アメリカ NSC 国家安全保障会議のカービー戦略広報調整官も、中国の軍事演習を必要のない反応だと指摘しました。